今日はとある雑誌の撮影で、キャンプのシーンの撮影で埼玉まで来てます。杉の木がたくさんあって、花粉症の人は辛そうです。僕は全然大丈夫なタイプ。撮影から帰ってきて都内に戻ってきました。今16時前ですけれども、ちょっとガソリン入れつつ、車が最近この花粉とか多分黄砂だと思うんだけどめちゃくちゃ汚いので、ついでに洗車もしに行きます。昨日このサングラスを新調しまして、今年の春夏の1本ということで買ったんですけど、アイバン7285っていうブランドの547だったっけな、427だったっけな、ちょっと品番の名前忘れましたけど、ここのテンプルってところが曲がってて、とてもおしゃれだなと思って買ったんですけど、ということで、ガソリンスタンドに到着。ここいつも洗車並んでるんだけどね、今日は1台待ちぐらいかな。いい感じ。綺麗になりました。あそこの店は今一番オープンが楽しみなお店ですね。僕と美和子さんの結婚の承認もしてくれて、乾杯の結婚式で挨拶もしてくれた敦さん、ハンバーガー屋をですね、隣何店舗も営む、飲食業界ではとても有名な方なんですけれども、その方の新しいお店です。餃子屋さん、まだいつオープンになるかっていうのは分かんないらしいんだけど、この辺は比較的近所なので、そして餃子好きなので、めちゃくちゃ楽しみです。ラッキーアレキサンダーチャイナっていうお店です。新宿にやってきました。新宿といえばカメラの機材ということで、新しいレンズをゲットしに行こうと思います。新品買わずに中古を狙っております。お気取りしてた大谷くんの体を借りて、結局何も買わず、欲しいレンズはあったんですけど状態のいいものがなかったので、値段も含め、今回は見送りということで、すっかり日が暮れました。お、サングラスかけてた。あ、ちょっと明るくなったということで、家に戻ります。今日は、美和子さんのご飯のお手伝いをします。今日は春巻きだそうです。はい、一旦家に帰って夜ご飯前の夜ランです。いい汗かいて、この後のビールと今日は春巻き楽しみすぎる。中身美味しくできたからさ。あ、じゃああとは包んであげるだけだね。そう、楽しみ。ありがとうございます。今日も結局春巻きは僕がお風呂入ってる間に美和子さんがすごい手際よく全部巻いてくれてました。あとは揚げるだけ。僕が揚げよっかって聞いたら、いや揚げるのは難しいからダメって言われました。おとなしく出来上がるのを待とうと思います。今日は春巻きの他にバンバンジーとケールと、金柑のサラダだと思います。あとはお白菜煮たやつですね。めちゃうまそう。この春巻き超重量級というか重たい。
あ、めっちゃ美味しい。